マンチェスターのサクビルガーデンズにあるアランチューリングの銅像、アラー・マシスン・チューリングは、イギリスの数学者、暗号研究者、計算機科学者、哲学者である。電子計算機の黎明期の研究に従事し、計算機械、チューリングマシンとして、計算を定式化して、その知性や思考につながり得る能力と限界の問題を議論するなど、情報処理の基礎的、 原理的分野において大きな貢献をした。また、変微分方程式におけるパターン形成の研究などでも先駆的な業績がある。経歴、業績の基盤となる出発点は数学であったが、第二次世界大戦中に暗号解読業務に従事した。また、例明期の電子計算機の開発に携わったことで、コンピューター、情報処理の基礎理論である。 計算可能性等に関する仕事をすることとなった。第二次世界大戦の間、ブレッチリーパークにあるイギリスの暗号解読センターの政府暗号学校でドイツの暗号を解読するいくつかの手法を考案し、英国の海上補給船を脅かすドイツ海軍の U ボートの暗号通信を解読する部門の責任者となった。ドイツが使用していたエニグマ暗号機を利用した 通信の暗文を解読するための機械ボンベを開発した。チューリングの業績を紹介するとき、チャーチチューリングのテーゼと計算可能性理論への貢献がまず第一に挙げられる。特にアルゴリズムを実行するマシンを形式的に記述したものの一つであるチューリングマシンにその名を残し、人によっては前日のテーゼをチューリングチャーチと呼称するべきであるとする者も,もいるほどである。 また、任意のチューリングマシンを模倣できる万能チューリングマシンは、同分野の基本的な定理の一つである、停止性問題の決定不能性定理と関係する。さらに、理論面だけではなく、実際面でもコンピュータの誕生に重要な役割を果たした。コンピュータ科学及びからは、人工知能の父とも言われる。がっしりした体型で、声は噛んだかく、話し好きで、基地に富み、 多少学しゃぶったところがあったと言われている。また、アスペルガー症候群を示唆する特徴の多くを示しているとの指摘もある。戦後は、イギリス国立物理学研究所に勤務し、プログラム内蔵式コンピュータの初期の設計の一つ、ACE に携わった。1947年、マンチェスター大学に移ると、初期のコンピュータ、マンチェスターマーク I のソフトウェア開発に従事し、 数理生物学に興味を持つようになる。形態形成の科学的基礎についての論文を書き、1960年代に初めて観察されたベローソフ・ジャボチンスキー反応のような発信する科学反応の存在を予言した。1952年、同性愛の罪で警察に逮捕され、保護観察のみとなり、天候療法としてホルモン治療を受ける。 1954年に41歳で死去。検診によると、生産中毒による自殺と断定されたが、母親や一部の友人は事故だと信じていた。2009年9月10日、インターネットでのキャンペーンに続いて、首相のゴードン・ブラウンが、戦後のイギリス政府によるチューリングへの扱いについて、公式に謝罪した。母エセルは、イギリス領インド帝国オリッサ州チャトラプルで、 アラン・チューリングを妊娠した。父のジュリアス・チューリングは、当時インド高等文官であり、1911年に、妻、エッセルの妊娠を知ると、イギリス本国での養育を考えて、ロンドンのメーダ・ベールに戻った。1912年6月23日、アランが誕生した。現在、アランが生まれた病院には、それを記念した、ブループラークがある。父の任期が続いており、 両親はインドとイギリスのヘイスティングスを行き来する生活を送っていた。そのためアランと兄のジョンはイギリスの友人に預けられる。文字を読むことは3週間で覚えたと言われる。また数字に強くパズルが非常に得意だった。6歳でセントマイケルズ学校に入学した。担任教師に続き校長もすぐに彼の才能に気づく。1926年。 14歳でシャーボーンスクールに入学。投稿初日がゼネラルストライキ予定日と重なったため、前日から 100km の距離を一人で自転車で行くことにして、途中で宿を取って登校。この出来事は地元紙に掲載された。シャーボーンは有名なパブリックスクールであり、その興風は古典を重視するものだったが、チューリングは主に数学と科学に才能を発揮した。 そのため、同行の校長は、アランの両親に、どっちつかずにならないと良いですが、パブリックスクールに泊まるなら、教養を身につけねばなりません。単に科学者になるのなら、パブリックスクールに通うのは、時間の無駄ですという手紙を書いた。しかし、このようなことがあっても、アランは、学問に対する、驚くべき能力を示し、初等微分析文学も習っていない1927年に、 もっと難しい問題を解いていた。1928年、アルベルト・アインシュタインの書いた文章に触れ、16歳で、その内容を理解しただけでなく、そこには、明記されていなかった、ニュートン・力学について、アインシュタインの疑問を埋葬したという。親友のクリストファー・モルコムに恋をしたが、シャーボーンの最終学期中、感染牛のミルクを小さい頃に飲んでいたため牛。 結核症を患って、モルコムは死去した。このことがきっかけとなり、チューリングは無心論者になった。また、脳の働きなどの現象についても、唯物論的に解釈するようになったが、心のどこかで死後の生を信じていたという。キングスカレッジの計算機質は、チューリングと名付けられている数学や科学ほど古典を真面目に学ばなかったことが原因で、 ケンブリッジ大学トリニティカレッジの奨学金を受けられなかったため、第二希望であったケンブリッジ大学キングスカレッジへ進学した。1931年から1934年まで学生として学び、数学で優秀な成績を収めて卒業した。1935年に中心極限定理を証明した論文が認められ、キングスカレッジのフェローに選ばれた。ただし、 中心極限定理は1922年に JW ・リンデベルグが証明済みだったが、チューリングはその業績を知らなかった。1928年、ドイツの数学者ダフィット・ヒルベルトは決定問題への注目を呼びかけた。チューリングは重要な論文をコンピュータブルナンバーズ、ウィズアンアプリケーションツーザ・インチデングス・プロ l e ムで、この問題の解決に重要な役割を果たした。 この論文の重要な点を現代の数学及び数学基礎論及びコンピュータ科学の視点からまとめると次のようになる。チューリングマシンという計算モデルを提示し19世紀以前の数学では数理論理の視点からすると自然言語で記述されるなど曖昧な点があったアルゴリズムを形式的に表現する手法を確立し何らかのチューリングマシンで 計算可能な関数を計算可能関数とするという計算可能性理論における重要なテーゼであるチャーチチューリングのテーゼを示した。どんなチューリングマシンの動作をも現代の言葉で言えばエミュレートできる万能チューリングマシンが可能であることを証明し、その構成法を示した。しばしば万能チューリングマシンによりあらゆる計算が可能であることを証明した。 というような誤解が見受けられる。万能チューリングマシンの概念を利用して停止性問題を否定的に証明した。1936年9月から1938年7月にかけてプリンストン高等研究所においてアロンゾ・チャーチに指示した。1938年プリンストンで博士号を得た。博士論文では数の広がりとその氷体系の進化に関して それらすべてを包含する、順序数という概念の体系を整理しようとした。その中で、チューリング還元の概念を提案している。純粋数学とは別に、暗号理論もここで学び、電気機械式乗算機も試作している。また、この時期、ジョン・フォン・ノイマンも同じくプリンストンにおり、二人は信仰があったと言われている。ノイマンは、チューリングにアメリカに残ることを勧めたという。 1939年にケンブリッジに戻ると、ウィトゲンシュタインとの講義に参加した。そこでは、ウィトゲンシュタインが数学は絶対的真実を発見するのではなく、発明しているという立場を取ったのに対して、チューリングは形式主義を擁護する立場を取った。ブレッチリーパーク内にあるこの建物で、チューリングは1939年から1940年まで働き、 その後ハット8に移った。第二次世界大戦中、チューリングはブレッチリーパークでドイツの暗号を解読する仕事をしていた。歴史家で自らも戦時中に暗号解読に従事していたエーザブリックスは次のように述べている。類まれな才能が必要で、ブレッチリーで天才が必要とされていた。チューリングはまさにその天才だった。 第二次世界大戦に先立つ1938年9月からイギリスにおける暗号解読組織である政府暗号学校でパートタイムで働き始める。そこでリリーノックスと共にエニグマの解読に当たった。その少し前の1939年7月、ポーランドの暗号局とイギリスを及びフランスの関係者がワルシャワで会合し、ポーランドが解明した。 エニグマのローター回路についての情報を得ていた。チューリングとノックスはその情報をもとに問題にアプローチしようとしていた。ポーランドの解読法は不安定なものでドイツ側がいつでも変更可能だった。実際1940年5月に変更されている。チューリングの方法はもっと汎用的で、 クリブ式暗号解読全般に使えるもので、最初のボンベの機能仕様に盛り込まれていた。1939年9月4日、イギリスがドイツに戦線告した翌日、GCCS の戦時中の基地となっていた、ブレッチリーパークに出頭した。ボンベの仕様は、戦時中の暗号解読で、チューリングが成し遂げた5つの成果のうち最初の1つである。他には、 ドイツ海軍が使っていたインジケーター手続きの推測、バンベリーズマスと名付けたボンベの効率を上げる統計的手法の開発、トリンジョリーと名付けたローレンツ製レ種四十40、42のホイール群のカム設定を明らかにする手続きの開発、そして終戦間近に開発した音声信号スクランブラーデリラである。ブレッチリーパークでは変人で通っていた。同僚別れをプロフェッサーと呼び、 エニグマに関する論文は、ザ・プロフェッサー・エスブックと呼ばれていた。同僚の暗号解読者、ジャック・グッドはチューリングについて、次のように述べている。6月の第1週には、毎年花粉症に悩まされるので、彼は花粉を吸わないよう、ガスマスクをして自転車でオフィスに通っていた。自転車は故障していて、定期的にチェーンが外れていた。 それを修理してもらう代わりに、ペダルを漕いだ回数を数えて、危なくなると一旦降りて、チェーンを調整していた。もう一つの変人ぶりとして、マグカップが盗まれるのを防ぐために、それをラジエータパイプに鎖で繋いでいた。ブレッチリーで働いていた頃、ロンドンで重要な会議に出席しなければならない時、長距離走が得意だったチューリングは、約 64km を走ったという。 タイムは世界レベルのマラソン記録に匹敵していたという。1945年、戦時中の功績により OBE を授与されたが、その後1970年代までその業績は秘密にされ、近しい友人すらそのことを知らなかった。その功績の大きさにもかかわらず、暗号という重要な機密事項を扱う仕事柄、ゆえに、ブレッチリーパークから一歩外に出れば、 チューリングの仕事を知る者は誰一人いなかった。それは家族すら例外ではなく母親に一度だけ軍関係の研究をしていると話した際には政府の仕事に携わっていながら身なりに気を払わない息子に対し母は帰って落胆するばかりであったという。戦後もブレッチリーパークに関係する事柄は引き続き秘密とされチューリングが同性愛者としては捨てられてからは その功績を知らない世間から、公然と恥ずかしめを受けることとなる。チューリングとウェルチマンのボンベブレッチリーパークに展示されている完全動作するボンベのレプリカ、ブレッチリーパークに到着して、数週間後、ポーランドのボンバよりも効率的にエニグマの暗号を解読する電気機械式の装置の使用を生み出し、ポーランドのボンバにちなんでボンベと名付けた。数学者。 ゴードン・ウェルジマンの示唆によって改良したボンベイは、エニグマの暗号解読の主要な自動化ツールとなった。ジャック・グッドは次のように述べている。チューリングの最も重要な貢献は、私が思うに暗号解読機ボンベイの設計だ。彼はあなたも使えるアイデアを持っていた。要するに、やや不合理な訓練されていない耳でも聞き分けられる。論理的理論で、すべてを推論できる。ボンベは、 エニグマの暗号文で使われたと考えられる正しい設定を適当なクリブを使って探索する。ローターの考えられる設定ごとにボンベはクリブに基づいた一連の推論を電気的に行う。ボンベは矛盾が生じるとそれを検出し、その設定を除外し、次の設定を調べる。ほとんどの設定は矛盾を生じるので除外でき、詳細に調べるべき。 少数の設定だけが残る。最初のボンベは1940年3月18日に実装された。終戦の頃には200台以上のボンベが使われていた。8と8と海軍のエニグマブレッチリーパークにあるチューリングの石像チューリングは他の誰もそれに取り組まず自分ならやれるかもしれないと思い、ドイツ海軍のエニグマの解読というさらに難しい問題に取り組むことを決めた。 1939年12月、海軍のエニグマのインジケーターシステムの基本部分を解明。海軍以外が使っているインジケーターシステムよりも複雑だった。そしてある夜、バンベリーズマスのアイデアを思いつく。これは、蓄字的かつ統計的な技法で、海軍版、エニグマの暗号解読を助けるものだった。私は、それが、現場でうまく機能するか確信を持てず、 何日かかけて具体化して、やっと確信したこのために彼は証拠を重み付けするための速度を考案し、それをバンと呼んだ。バンベリーイズマスは、エニグマの特定のローターの並びを除外することができ、ボンベの設定をテストする時間を大幅に減らすことに寄与した。1941年、チューリングは、8と8の同僚で、数学者、暗号解読者のジョーン・クラークに結婚を申し込んだが、 婚約期間は短かった。同性愛者であることをフィアンセに告白しても、彼女は同時なかったと言われているが、チューリングの方がこのまま結婚はできないと別れることを決心した。1942年11月には暗号に関する情報交換の一環としてアメリカを訪れた。そこでは、ワシントンでアメリカ海軍の暗号解読者に海軍版、 エニグマとボンベの構造について伝授し、英米間の聴を不可能な音声通信手段として、ベル研究所で当時開発中だった、ヒワ装置シグシリーの情報提供を、受け暗号化方式の安全性についての評価作業を行った。ベル研究所では、同じようにシグシリーの評価を行っていたシャロンにもあっている。1943年3月、ブレッチリーパークに戻る。 この間にハット8の責任者がヒュー・アレグザンダーに代わり、チューリング自身は部門の日常業務の運営に興味を持たなくなっていたため、ブレッチリーパークの暗号解読コンサルタントのような立場となった。アレグザンダーは次のように書いている。チューリングの仕事がハット8の成功の最大の要因であることは誰もがわかっていた。当初、暗号解読者としては、 彼だけがこの問題に取り組む価値があると考え、彼一人ではないもののハットにおける理論的成果の最大の功績者であり、彼に次いでウェルチマンとキーンがボンベの発明に貢献した。全員が不可欠だったというのは難しいが、ハット8で誰が一番不可欠だったかといえば、それはチューリングだ。経験と日常がすべてを簡単なように見せるので、 先駆者の業績は忘れられがちだが、8と8の多くのものが、チューリングの功績の大きさが、外の世界に完全に伝わることは、決してないだろうと感じていた。トゥリンジョリー1942年、チューリングは、トゥリンジョリーと名付けた技法を考案。ドイツが新たに開発した暗号生成ローター付きのテレタイプ端末で生成されるローレンツ暗号を解読するための技法である。 この暗号機械をブレッチリーパークではタニーと呼んでいた。トゥリンジョリーはタニーのホイール軍のカム設定を解明する手続きである。彼はタニーのチームにトミー・フラワーズを紹介し、フラワーズがマックス・ニューマンの指導下で世界初のプログラム可能な電子式デジタル計算機コロッサスを構築することになった。コロッサスは当時としては極めて高性能で、 不さあたり的な統計的暗号解読技法を適用しても十分な性能を発揮した。なお、チューリングがコロッサスの設計に重要な役割を果たしたと間違って主張している文献などがある。トゥリンジョリーとバンベリーズマスの統計的暗号解読法は間違いなくローレンツ暗号の解読技術に影響を与えているが、チューリング自身が コロッサス開発に直接関与した事実はない。秘話装置、デリラアメリカノベル研究所で提供を受けたシグシリーの情報をもとによりシンプルな形で電話の音声信号を電子的に暗号化するというアイデアを追求し、戦時中の後半はハンスロープパークにあるイギリス情報局秘密情報部のラジオセキュリティサービスで働いた。そこで彼は技術者、 ドナルド・ベイリーの助けを得て、電子工学への造形を深める。二人は、携帯型の秘話装置デリラを設計、構築。デリラは、様々な応用外とされていたが、長距離の無線通信ができず、いずれにしても完成したのは、終戦間近で遅すぎた。それでも、役人の前で、ウィンストン・チャーチルの演説を暗号化してさらにそれを、元に戻すデモンストレーションを行ったが、 実際には使われなかった。1945年から1947年まで、チューリングはロンドンのリッチモンドに住み、イギリス国立物理学研究所にて ACE の設計を行う。1946年2月の論文では、プログラム内蔵式コンピュータの英国発の完全なデザインを発表している。フォンノイマンのエドバックに関する報告書の第一走行は、 チューリングの論文より先に存在したが、チューリングの論文の方が詳細であり、NPL 数学部門の責任者だったジョン・アール・ワマーズリーは、チューリング博士の独自のアイデアがいくつか含まれていたと記している。また、フォン・ノイマンはさらに遡る1936年の時点で、チューリングがプログラム内蔵式について先駆的な論文を発表していたことを認めていた。 ACE は実現可能な設計だったが、ブレッチリーパークで軍事機密に関わる仕事をしていたことが原因で、プロジェクトは父として進まず、1947年、サバティカル休暇でケンブリッジに戻る。彼がケンブリッジにいる間に ACE を縮小したパイロット ACE が作られた。1950年5月10日に初めてプログラムの実行を達成している。 1948年にマックス・ニューマンの招きでマンチェスター大学に招かれ、チューリングは同大学で設立されていた王立協会計算機研究所の副所長に就任し、そこで初期のコンピュータ、マンチェスター・マーク・アイにおけるソフトウェア開発に従事。この時期はより概念的な仕事にも取り組み、コンピューティング・マシーナリーインテリジェンスという論文では、 人工知能の問題を提起、今日チューリングテストとして知られている実験を提案している。すなわち、機械を指摘と呼ぶ、際の基準を提案したもので、人間の質問者が機械と会話をして、人間か機械か判別できない場合に、その機械が思考していると言えるというものである。その中で、最初から大人の精神をプログラムによって構築するよりも、 子供の精神をプログラムして、教育によって育てていくのが良いと示唆している。1948年、当時まだ存在していなかった、コンピュータチェスのプログラムを書き始める。1952年、当時のコンピュータは、性能が低くそのプログラム実行には適さなかったため、自分でコンピュータをシミュレートして、チェスの試合を行ったが、一手打つのに30分、かかったという。 その対戦の寄付が残っている。同僚との対戦ではプログラムが負けているが、別の同僚の奥さんにはプログラムが勝利している。チューリングテストは独特の挑発的特徴があり、人工知能に関する議論で半世紀にわたってよく引き合いに出され続けた。1948年には行列のル分会も考案しており、今でも線形方程式の解法として使われている。 1952年から亡くなる1954年まで数理生物学、特に多細胞生物の個体発生における形態形成に関する研究を行い、それがどのように生じるかについて仮説を提唱した。1952年に発表したザ・ケミカルベーシス・オブ・モーフォージェニススと題する論文において反応拡散系と呼ばれる変微分方程式系で、 反応を抑制する因子の拡散が活性化因子よりも早いとき、チューリング不安定性と呼ばれる不安定化を起こして、形態形成の手がかりとなる空間構造を生み出し得ることを指摘した。こうして生じる空間パターンは、チューリングパターンと呼ばれている。この論文の最終説においてチューリングは、容易に解析できないこの種のさらに複雑な問題への、 将来的なデジタルコンピューターの利用について触れている。実際、20世紀末より、コンピューターの計算能力の急速な発達によって、反応拡散系の研究の発展がもたらされた。また同じ年、ひまわりの種に見られる、螺旋構造が隣接する、フィボナッチ数に従っているらしいことを未発表の研究ノートに記していた。幼女構造など、 主子の植物に見られるこの関係は、黄金核と呼ばれる角度で早、種の元となる元気が生ずれば良いことが分かっている。その後の論文は1992年のコレクテッドワークス・オブ・エム・チューリングの出版まで未発表だった。近年再評価が著しい仕事である。アンソニー・ケーブ・ブラウンの著書、C ・ザ・シークレット・ライフ・オブ・サー・スチュワート・メン・ジーズ スプイマスター2ウィンストン・チャーチルには次のような記述がある。ミンギースはチューリングをブレッチリーで雇用した直後から彼が長年の積極的な同性愛者だと知っていた。しかし、ブレッチリーの同僚にちょっかいを出すこともなく、ミンギースの部下の中では唯一不可欠と呼べる男だったので、そのまま雇っていた1944年初め、ブレッチリーにほど近い、 大きな工業都市リュートンの公立図書館で男子生徒が性暴力を受けるという事件があり、チューリングが犯人ではないかと疑われた。全く記録には残っていないが、秩序と風紀を保つには彼を排除するしかないという決定がなされた。しかし、それも彼が素晴らしい仕事を完了してからのことである。1952年1月、チューリングは マンチェスターの映画館のそばで、アーノルド・マレーと出会う。ランチデートの後、週末を一緒に過ごそうとマレーを自宅に招いたが、マレーはその誘いを断っている。次の月曜日、二人は再びマンチェスターで会い、今度は、チューリングの自宅を訪問している。数週間後、マレーは再び、チューリング宅を訪れ、一夜を共にしたと見られている。まもなく、 自宅に泥棒が入り、事件を警察に報告したが、捜査の過程で泥棒の手引きをした19歳の青年と同性愛関係にあったことが警察の知るところとなった。同性愛は当時のイギリスでは違法であり、二人とも逮捕された。チューリングは有罪となり、入国か科学的虚勢を条件とした保護観察かの選択を与えられ、入国を避けるため、 同性愛の成功を強制するために、性欲を抑えると当時考えられていた、女性ホルモン注射の投与を受け入れた。結果として、セキュリティクリアランスを剥奪され、GCHQ で暗号コンサルタントを続けることができなくなった。当時、ケンブリッジ5の最初の2名がエヴァージェスト、ドナルド・マクリーンが、KGB のスパイだと露見した事件があり、スパイについて、 大衆の不安が増大し、ソ連のエージェントが同性愛者を罠にかけるという噂があった。スパイ活動で告発されたわけではないが、ブレッチリーパークで働いていた全員と同様、戦時下の業績について論じることは禁止された。1954年6月8日、家政婦がチューリングが自宅で死んでいるのを発見した。検視の結果、死亡したのは前日で、 生産中毒による死であることが判明。ベッドの脇にはかじりかけのリンゴが落ちていた。リンゴに生産化合物が塗ってあったかの分析はなされなかったが、部屋には生産の瓶が多数あった。死因審問で自殺と断定され、1954年6月12日に火葬された。母は実験用化学物質を不注意に扱ったために起こった事故であると主張している。 あるいは、母に事故だと思わせるようにして自殺したという説もある。同僚によれば、映画、白雪姫を見た、直後の彼が、魔法の飛躍にリンゴをつけよう、永遠なる眠りが染み込むようにと言っていたのを耳に、しており、白雪姫の安心委員を真似て、このような死に方をしたのだという。ウィルムズローのチューリング宅にある、ブループラークチューリングの死後間もなく、王立教会が電気を出版しており、 以下のように記されている。三つの多様な数学的主題について、戦前に三つの特筆すべき論文を書いており、この重要な時期に何らかの大きな問題に取り掛かっていたら、重大な業績を残していただろうということがわかる。外務省での業績により、OBE が授与された。国立物理学研究所の同僚で、後にチューリング賞を受賞したジェームス・ H ・ウィルキンソンも、 受賞講演で外務省時代にチューリングが別の環境にいたならば最も生産的な時期たり得た可能性が大きいとしているしかし問題やパズルといったものであれば種類を問わず大好きであったから外務省での仕事にも興味を持って取り組んだであろうし電子工学について知識を獲得したのもその時であったと指摘している1966年から コンピュータ科学者らによる国際的学会の悪夢は同学会の守備範囲であるコンピュータ科学を中心とした分野の最高の賞としてチューリング賞を授与している。物理や科学といったようなかなり広い分野の最高の賞という位置づけにあるものとしてコンピュータ科学分野におけるノーベル賞に相当するものと一般に扱われている1974年夏。 フレッチリーパークの活動について書かれた、ウルトラシークレット出版、チューリングらの功績について、世間の知るところとなる。1986年、ヒューホワイトモアの儀曲、ブレイキング・ザ・コードでチューリングが描かれた。1986年11月から、ロンドンのウェストエンドで公開され、 1987年11月15日から1988年4月10日までブロードウェイで興行。1996年には BBC でテレビドラマ化されている。いずれもチューリング役はデレク・ジャコビ。ブロードウェイでの公演はトニー賞3部門にノミネートされている。1998年6月23日86回目の誕生日に 電気作者にして、数学者のアンドリュー・ホッチスは公式の英国遺産として、ブループラークをチューリングの生まれた病院であった、ロンドンのウォーリントン・クレセントにあるコロネードホテルに掲げた。2004年6月7日には、死去50周年を記念して、ウィルムズ・ロー・ホリー・ミードの家にも記念のプラークが設置された。1999年、タイム市のタイム100。 20世紀の最も影響力のある100人で、コンピューター創造に果たした役割からチューリングを選んでいる。1999年のニール・スティーブンスンの小説、クリプトノミコンにはチューリングが登場している。2000年3月13日、セント・ヴィンセント・グレナディーンにて20世紀の偉人を集めた切手セットが発行された。その中に、チューリングの肖像が描かれた切手もあり、 1937、アラン・チューリングのデジタルコンピュータ理論と記されている。2002年、BBC が行った偉大な英国人投票で第21位にランクインした。晩年に働いていたマンチェスターでは様々な方法でその栄誉を称えている。1994年、マンチェスターの環状道路がアラン・チューリングウェイと名付けられている。またこの道路には アランチューリングブリッジという橋もある。2001年6月23日にはマンチェスター大学に隣接するサックビルパークにベンチに座っている形の銅像が設置された。サックビルパークの銅像に付随する名板この銅像はリンゴを持っている。リンゴは古来禁じられた愛の象徴であり、アイザック・ニュートンの万有引力の法則も思い起こさせるし、 チューリングの死の状況も思い起こさせる。また、ブロンズ製のベンチにはレリーフで、アラン・マシスン・チューリング1912-1954と書かれていて、その下には、ファウンダー・オブ・コンピューター・サイエンスをエニングまで暗号化した文字列が書かれている。台座には、計算機科学の父、数学者、論理学者、戦時中の暗号解読者、偏見の犠牲者と記されている。 バートランド・ラッセルの言葉も引用されていて、正しく見た数学は、真実だけでなく、最高の美彫刻のように冷たく厳しい美も有しているとある。台座の下には彫刻家が所有していた、古いアムストラット製パソコンがあらゆる現代のコンピュータのゴッドファーザーへの捧げ物として埋められている。没後50年を記念して、2004年10月28日には、 幼少時に住んでいた町にあるサリー大のキャンパス内に銅像が置かれる。プリンストン大学の発行するプリンストン論内、ウィークリーでは、チューリングをジェームズ・マディソンに次ぐ偉大な卒業生だとしている。2007年6月19日、ブレッチリーパークに1.5トンの等身大の石像が建てられた。ウェールズの年番岩を多数使用したもので、億万長者のシドニー・フランクが彫刻家、 スティーブン・ケットルに制作を依頼したものである。2011年2月、チューリングの第二次世界大戦中の論文がオークションで買い取られ、ブレッチリーパークに戻された。2014年、クレアム・ムーアによる脚本、人気俳優、ベネディクト・カンバー・バッジがチューリングを演じる映画、イミテーション・ゲーム、エニグマと天才数学者の秘密が公開された。2019年、アラン・チューリングが 新50ポンド紙幣に採用されることとなった。新紙幣は2021年末頃に一般に出回ることになる。2009年8月、ジョン・グラハム・イコール・カミングがイギリス政府に対してアラン・チューリングを同性愛で告発したことへ謝罪するよう請願活動を始めた。これに対して数千の署名が集まった。イギリス首相のゴードン・ブラウンはこの請願を認め、 2009年9月10日に政府として正式な謝罪を表明し当時のチューリングの扱いを呆れたものと表現して次のように声明を発表した。数千の人々がアランチューリングのための正義と彼がゾッとする扱われ方をしたという認識を求めて集まった。チューリングは当時の法律に則っ,って扱われ時計の針は戻すことはできないが彼に対する承知は 全く不当であり、深い遺憾の意を表す機会を得たことを我々、すべてが満足に思っている、イギリス政府とアランのおかげで自由に生活している、すべての人々を代表し、すまない、あなたは、賞賛に値すると言えることを非常に誇りに思う。2011年12月、ウィリアム・ジョーンズは、イギリス政府に対して、アラン・チューリングの罪を免罪してほしいという、電子請願を申請した。 この請願には2万千以上の署名が集まったが、法務大臣はチューリングが有罪宣告されたことは遺憾だが、当時の法律に則った正当な行為であったとして、これを拒否した。その後、2012年に英国貴族院に正式な御社の法案が提出され、2013年12月24日にエリザベス二世女王の名をもって、正式に御社が発行した。キャメロン首相は、 彼の業績を称える声明を発表した。マンチェスター大学のアラン・チューリング・ビルディング障害と、業績に関する催しが、英国論理学会議と、英国数学史学会主催で2004年6月5日に、マンチェスター大学で行われた。デラサール大学において開催されたアラン・チューリング、イヤーカンファレンスの壇上に立つデイビッド・チャーマーズ、生誕100年を記念して、 チューリングセンテナリーアドバイザリーコミッティは2012年をアラン・チューリングイヤーとし、1年を通して世界各地でチューリングの生涯及びその功績を称えるイベントを行った。トカーックにはマンチェスター大学、ケンブリッジ大学、ブレッチリーパークなどの関係者が協力しており、数学者のエスバリー・クーパーが議長を務め、老いのジョンダー・モット・チューリングが名誉会長を務めている。 2012年6月23日には Google Doodle がチューリングマシンを模したデザインに変更された。アルゴリズムを設定するミニゲームが遊べるようになっていた。ブレッチリーパークトラストはウィニングムーブス社と共同でモノポリーのアランチューリング版を発表した。このモノポリーのマストカードはメーダベールにある出生の地からブレッチリーパークのハット8に 勤務するまでのアラン・チューリングの生涯をたどるような内容に改訂されている。また、このゲームには、チューリングを指導していたマックス・ニューマンの息子である、ウィリアム・ニューマンが手書きで作成したモノポリーの原型のレプリカも同梱されている。この原型となったゲームを、1950年代にチューリングもプレイしていた。フィリピンでは、 デラサール大学の哲学科が2012年3月27日から28日にかけてチューリングの生誕100周年を記念し哲学、人工知能及び認知科学に関する国際会議であるチューリング2012を開催した。インドではマドライにおいて6000人の学生が出席する記念式典が行われた。英国での記念イベント悪夢が6月に マンチェスターにおいて3日間のカンファレンスとサンフランシスコにおいて2日間のカンファレンスをそれぞれ開催した。またケンブリッジではキングスカレッジ及びケンブリッジ大学においてそれぞれチューリングの誕生日パーティーとチューリング生誕100周年記念カンファレンスが開催された。ケンブリッジ大学でのものはコンピュータビラティーにヨーロッパにより開催された。ロンドンのサイエンスミュージアムは 2012年6月から2013年7月にかけてチューリングの生涯とその功績に特化した無料の展示を行った。2012年2月にはロイヤルメールがブリトンズ・オブ・ディスティンクションシリーズの一環としてチューリングの切手を発行した。2012年ドンドンオリンピックの聖火リレーはチューリングの100回目の誕生日である2012年6月23日に サックビルガーデンズにあるチューリングの像の前で引き継がれた。2012年6月22日、マンチェスター市議会は、レズビアンゲイファンデーションと共同で、アラン・チューリングメモリアルアワードを創設し、マンチェスターにおいて、ホモフォビアに立ち向かうことに、顕著な貢献のあった、個人、団体を表彰することとした。オックスフォード大学では、チューリングの生誕100周年を記念して、 コンピュータサイエンスと哲学の新しい科目が解説された。これ以前にも2004年6月5日にマンチェスター大学においてブリティッシュロジックコロキアム及びブリティッシュソサイティーホーザヒストリーオブマスマティクスの主催で行われたチューリングの生涯とその功績を称えるイベントを含め様々なイベントが行われている。ありがとうございます。